ほう、最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。おめでとう。これで君たちは協会が認定した正式なプレイヤーだ。ご苦労だった。今から正式プレイヤーについて説明しよう。正式プレイヤーになった後、最初に渡されるのがプレイヤーハンドブックだ。プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるための段取りが書いてある。必ず隅々まで確認してくれ。それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。これは正式プレイヤーとしての第一歩だ。また友達と対戦したいのなら、招待用の掲示板で招待状を送り、対戦したい相手を酒場に招待するといい。そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。うまく活用することで友達と一緒に七星召喚をプレイできる。基本の説明は以上だ。もしわからないことがあったら聞きに来てくれ。うん、もちろんだ。ああ、すまない。翻訳するのを忘れてしまった。リトルプリンス様はこうおっしゃった。七星召喚を楽しんでくれ。
Okay.